さんにやられることか。どういうことですか。どういうことですか。さんに打ち抜かれるかどちらか。なるほど。失礼さんは行きませんか。11月。ん、どこに。あ、すみません、ブロキャスします。プロリーグ決勝ですよ。プロリーグ決勝。ああ、なんです。一応今回日本のあの会場になる予定だからってこと？そうですね。ああ、え、行くんですか誰か？僕あのクリスさんと一緒に行こうかなと思って。で、名竹さんもあのアポロさんと行けたら行こうって話をしてます。へえ。補助金もみたいな。すごいじゃないですか。で、あれいつでしたっけ？名古屋の常滑で。名古屋のところで、名古屋のところで、わけわかんない。わかります、わかります。っていうか、そんなとこすぐ行けますよ。ああ、いや、いいんですけど。隣だな。距離的にはね、本当に近いんですよ。うん、そう。星野さん、すげえ近くね、そしたらね。僕、なん車で1時間半とか、ね。そうだよね。そうなんですよ。いいな、な、近くて。すげえ楽だなと。大阪とか行くのと同じだもんな、感覚が。俺絶対東京だと思ったもん。いや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 、だってあれでしょ、なんです、あのビルの屋上を模したあのマップはあの名古屋かなんかがベースなんでしょ。まあそうですね。そう愛知県警ですね、あの2人も。とはいえねえ、まあ、俺もまさかまだできてない会場になると思う。8月竣工式。うん。お願いします。いやいやいや、待ってください。よくよく考えたら、行くのはいいんですけど、なぜ俺が、姿を晒さなければいけないの。ええとなったら集まんないと。いやいやいや、なんて言うんですか、俺。生産地に集まるんですよ。どう考えたって俺、あれでしょ、リアルであったら殺されるあれじゃないですか。今のあのね、なんです、リアルでこう刺してきたやつに匹敵するぐらい刺される自信がありますからね。突入まで10秒。そんなことないです。規制さんの家をさらさら荒らす。突入まで5秒。荒らす。爆弾を解除しようとする敵部隊に警戒しろ。嬉しみたし。敵部隊が爆弾を発見した。あ、しまってる。きついなぁ。下が開いてるからなぁ。あ、痛い痛い、当たったよ。なんか当たったよ。さすが、もう規制さんから最初、そっちからポイントくれる。あれ？ピッチドローンか。俺の針どこ行った？1個。ピッチドローンで壊されたんでは。ピッチドローン1個片付けた。片していく。片していく。ナイス。おー、ナイス。よし。これ、カメラ構えてみる、俺。もしかして。いいって、マジか。やっぱ落としだよ。グラズ？落とし穴食らったよ。それ、俺直しに行ける？誰だけ？いや、入ってきそう、うん、あ、グラズ入ってきそうだね。グラズ入ってきそう。あ、やばいよそれ。まともにいったら、さすがにその走行でも怖い、すげえ怖い。仲間意識強い。ナイス。わー、まあのおかげで助かった。援護するから、やっちゃって、直しちゃって。危ない、ありがとうございます。すごい撃たれた、すごい撃たれた、足元すごい撃たれた。ああ、2階から来てる。うだ、何、上か。上？あ、違う。ドローン穴か。ここに来てめっちゃ冷静にもう一人がドローン穴から見てた。二人か。ドローン穴。ここ二人いるわ。2階まだいますよ。2階まだいますよ。サッチャーとスレッジ。階段上。2階いる。あれ落ちた。階段上。俺これ足音見られるやつ。ナイス。ナイスー。どこにいる？あと外のグラズでしょうね。あげてないんだ。どこ開ける？あ、ごめんなさい。あ、閉めちゃった。そう。ちょっと開けてみよう。
おっと高橋さんが4キル。おっとこれはいやらしい2枚置きだ。これはいやらしいわ。いやらしいやつ置いてある、いやらしいやつ、はい、いいですよね、言葉数少ない人ってこうやってもさ、なんかいやらしいって言われないし黒いって言われないしね、いいですよね。キツネさんがやってたら口悪いってなるから、性格悪いってなるから。キツネさん毎回やってるからね。あ、なんかケイシーさんが良ければ一緒にどうですかって来たんですけど、これはどういうことでしょうね。どう返事すりゃいいっていう状態ですか。どうなんですかね。これ場所がどこかによるよな。ん、あのあれですよ、キツネさん家に内緒ん？中で込みて、誰込みて、嫌な予感しかしないわ。あ、ご飯おごってもらうんですかね。俺でも昔リアトとされたことありますからね、住所教えてない人に。今日教えてない人に。いや、僕ら第二波しますわ。やば。え？うちの本件にリアトとしてきたやついたよ。2回こっちはしないんで、ヒューズのポンポンだけしに行きます。もう意味がわからない。あー、ミュート感だ。意味がわからない2回ですね。ミュート完全にかかった、痛い。10秒後に突入。怖かった。あと5秒。そうだ、よく考えた、本当に見に行けるんだ。爆弾を発見して解除。こう見に行ってないふりして見に行って、これが青島さんじゃないかとか勝手に想像して、この 何百人何千人何万人いそうなところから、こううちのこの声かけてみてくださいよ。フレンドっぽい人間をこうなんていうんですかね、索敵して撮影して持ち帰りアップするっていうね、作業ができれば完璧ですよね。怖いなぁ。あ、アーマーパネルやってくれてる、ありがとう。嬉しい。ディフューザーを取り戻せ。ディフューザーを取り戻した。ねえねえ、これクレイモはないからさ、どうすりゃいいのよ。同時に行きましょう。誰かが完全にカバーする。あ、なんか痛い。マウス、ナイス。いただきました。もう前マエストロがこっちですね。お風呂、マエストロお風呂に入ってる。あー、2人にディフューザー渡してもよかったかな。マエストロ多分逃げたな、通路の方に。あ、いた、あれ。あ、俺に聞いたよ。ごめんなさい。下でできた。下でした。ああ、びっくりした。なんで俺撃たれなかったの？なんで？痛い。撮ったよ。お風呂の中に俺がいる。ああ、マジそうか。はい。ああ、ごめん。俺のところに。ああ、一人いるわ。間に合わんかった。ルーク。あ、ルークじゃない、キャッスル。かぶった。かぶっちゃった。あかん、俺は。これ逃げると。これ、キャプターつえな、結構。これ、あかん。いや、逃げよう。ナイス。あかん、狭い。いや、ほとんどこの、あの、あれじゃないの。キャッスルにやられたんじゃないの。あ、そこだ。すいません、かぶっちゃった。いや、いいっすよ。すげえタイミングなかった。打った瞬間に。キャピタを楽しいです。ああ。誰を燃やしたんですか？なんか、燃やすと見せかけて、逃げて、木炊いて突っ込んだっていう。ああ、そう、キャピタはね、結構楽しいですね。進路妨害に使えますね、結構。どうだっけ？ 1 回か。かいかぁ。エリアを確保し、爆弾を守る。こう、どうする？真面目にドローン置いてくる？置いてくる？準備 OK。
3箇所止めたらどうする？お前ら、お前らどうする？どっかから飛んでくる？飛んでくる？飛んでくる？なんだあの人。うれー、いくつかもやって。足やべぞ、やばい、あの人やばい。なんかブツブツいってる。あの人、性格がやっぱ黒いんだ。超えてきたよ、超えてきたよ。ほら、もう一個、バイバイ。やだ。怖い。だしもやろ。そんでもう一個、あいバイバイ。これね、一応今配信しますかね。ああ、いけないいけない。俺のイメージが、真っ白なイメージがどこ。やべえ。うわあ。近来た。あ、どんまい。近来てますね。はい、了解。来てるみだ。もう来てるよ、来てる。エントラン、E 側一人。ポンポン行ってますよ、なんか。うん。敵部隊が爆弾を見つけた。あでに俺のミュートも壊してくれてんじゃん。無理やりすぎるわ。右側、一人。おー、危ない。ターゲット発見。はい。わぁ。ここに置く。あーっと、もう来てる。後ろ来た、ごめん。いや、ちくしょう。いやー、なにこれ。え、内側からそこ抜かれてたの、行かれてたんですね。いや、まさかの。やばいな、味方オペレーターは最高だな。やはりみんなこの土地にやられるよね。中央突破からされたからね。中央突破されてるって思わないからさ。あー、まさかの。うちやな。一回審議だわ。やばいわ、うまいわ。うまいな。うん。で、攻撃か。こだ。いいんですよ、高橋さん。字を出してもいいんですよ。多少黒いことがバレてもいいんですよ。あ、じゃあ、僕は。だからといって特に私が責任を持つわけではないですが。あ、やっぱりいや、これでいい。下がもしも固められてて、きっちりあのビリビリとかしてくる相手だったら、その時は、はい、まあ燃やしてください。爆弾を見つけろ。そういうことです。燃やしてますよね、多分ね。こんがり上手に焼けるかどうかはわからないですけど。上からポンポンしたらいいじゃない。あ、本当だ。ポンポンいた。でも地下じゃないかな。うん、地下ですね。地下じゃないんで。はい。いらないった。うわ、いらない。あ、いらない。なんだミュート。お前ミュート置くのか。あ、ビリパリパリしてる。あれでしょ。さっきなんか嫌な笑いしながら一個一個破壊してたやつがいたからじゃないですか。いましたね。そんなミュート。誰だったかな。5秒。ね。にも心も真っ白とか言って最近苦労認定が多い人じゃないですかね。ディフューザー確保。今回の目的は爆弾を引き下がるみたいな。ねえ。あれ、これね。ディフューザーを落とした。あれ落としちゃった。ディフューザーを確保した。これ来てない。来てない。じゃあ。あと上行こう。はい。はい。ナイス。あなたってはいけませんよ。白いんですよ、俺。自称。パリパリしてる。あれ、あれだな、多分。おじいちゃんだ。カイドがいます。しょうがないですね。カイド、ケイド、カイドですか。ガイド3ガイド、まあ、いった。しょうがないな。じゃあ、降りれないけど。よく。はい、バイバイ。あー、ごめんなさい、やられた。うわー。倒すたびになんかすごい。飛び出してきたか。準備。ディフューザーを取り戻した。飛び出してきた。切らしていただきました。アイスラグ。
パパ近いなかった？2階上がってきたら分かりますよ。高橋のカメラがまだ残ってる。ただ2階すごいカメラで気にしてる。いるわーん。ここに一匹カプカンいたわーん。いますね。どこにカプカンなんだ。リロードする。敵オペレーターはあと一人だ。お、ナイス。ディフューザーを確保した。痛い立つ。なんでここにね。あれ、俺がいい。下を。ここにない。どうぞ。おお、大丈夫か。やっぱりいいよね。ナイスー。煙いよ、煙いよ、煙いよ。あ、本当だ、いた。すごい、腰打ち。高橋さんが絶好調。いいですね。なんかいきなりさっきまで吹き出た。おまたキッチンきれいな。いいんですよ。いいんですよ。より黒いものがここにいるから多少黒くかっても黒くならないですから大丈夫ですよ。言っても。どうしましょう。勇気を持って。嫌ですよ。真っ黒なんだよな。何言ってんだか分かんない。そして縦だね。あー、見ると。シールド置けねえもんな。あそこに何も置けねえんだよな。あ、足元狙う。これシールド持ってきたんですけど。爆弾を確保。何の意味もないですよ。いやもうね、本当ね、考えようみんなね。シールドを返してくれ。気をつけろ。敵部隊が爆弾を見つけた。けど俺多少黒いことも言ってますけど、あのグリッチとかね、チート使うわけじゃないですからね。味方はやるでしょ。いやー、味方はそりゃね、多少ね影響ある時もあるけど、多少でもダメなのに。全然ダメです。あったかも一人二人なら許されるみたいな意識も。怖いね。もう敵部隊が爆弾を発見。敵に備えろ。どうやら俺の認識が多少甘かったようです。仲間のトロこそ。カメラを起動。このドア。敵部隊が爆弾を発見。どうすべきか分かってるな。直ドローン。直ドローンあったな今。あいつ、ちくしょう。うまく入ってきやがった。おお、さすがに今度のマット2枚置きはちゃんとドローンが見てましたよ。やっぱりか。あれ、俺ビリビリ壊されてるもしかして。うん、多分ね、スイッチドローンが入ってきた。2階に2人いるのに持ってる、伊賀は。入った。敵のスキャンだ。タイマー起動。あ、これは高橋さんが駆られるんで。いや。また壊されたの？ねえ。うわー、やられた。ドローマジファッキューなんだけど。で、パパは効かないんだ。打ち負けるで。あ、押します。と、負けた。敵のドローン、スキャン準備中。はい、入ってる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 。ボムの中入ってる入ってる。ボムの中、どっち。ここ、ここ、はいはい、今エコードローン食らってるからやっちゃって。あー、違う、いた。
なんか最近打ち負けるなぁ、なんでだ？ごめんなさい、いやもう入ってるよ。2人入ってる。いや、何嘘やろ。あいつすげえな。いや、的確にしゃがみやがった。マジ。うん、的確にしゃがまれた。俺も。あったかわりだ。いいよ、ミートルしてるな。くっそ。うまい。お前らにキルはやんねえよ、って。見られてる。しょうがないっすね、もう。敵部隊が爆弾を解除中。ディフューザーを停止してくれ。敵のドローンを設置中。タイマーを起動する。来た壁抜いてるぞ。爆弾を守り、ディフューザーを停止させろ。いやー、直接的な打撃のやつにすればよかった、小細工戦と。ダメだろうと思ったけど、本当にダメだ。ああ、なるほど。すげえ。相手慎重だね。来ない。いやあ、そういうやり方か、こいつら。こいつら、そういうやり方か。なるほどね。やれたー。やるねー。なんもしてねー。結構クレバーなやつらやな。あいつ一人なのか。タカさん、やっぱりあれですよ、あの世論は黒い黒いと言われるとちょっとね、あのこう悪役チックになって負ける方向に行くみたいですよ。ちょっとあのキスさん、タカさんも一緒にしないでくれますか。なんかなんか引きずり込まれてるような。そう、気をつけてください。シーズン2のなんか渦巻きみたいな、あのいいじゃないですか、ね、ちょっと僕と一緒に黒い南の島みたいに行ってブラックラグーンとかでも言いましょうよ。ブラックラグーン。